皆さんこんにちはただいまから礼拝を始めますはじめに奏楽をしていただきますので黙祷いたしましょう 蝶子詩篇133ペ1節から3節見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ何という楽しさであろうそれは頭の上にそがれた尊い油のようだそれはひげにアロンのひげに流れてその衣の襟にまで流れ滴る」。 それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであるではご一緒に賛美をいたしましょう賛美歌7番「主のミース」とご一緒にお歌いして主を褒めたたえましょう。<laughs> 一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう <coughs> 主の祈り天に増します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく 地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりアーメン 使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇より、天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢しより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は精霊を信ず、聖なる行動の境界、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、 こしえの命を信ずアーメンお祈りをいたします愛する天のお父様あなたの尊い皆を崇め賛美いたしますあなたは天地万物を創造し私たちに命を与えてくださったお方私たちに朝ごとに新しい恵みを与えてくださり 私たちを養ってくださるお方あなたの大きなご愛と恵みを心から感謝しあなたの皆を賛美いたしますこの礼拝もあなたが私たち一人一人名を呼んで招いてくださっていることを覚え心から感謝いたしますそして今主ご自身がこの礼拝の中心にお立ちくださり私たち一人一人が捧げる感謝賛美をあなたがお受けくださることまたあなたが臨在をもって私たちを祝福し 命の御言葉をもって私たちを満たしてくださることを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝も始めから終わりまで主の大いなる祝福がありますように、またここに集うお一人お一人に神様の恵みと平安がありますように、またここに集うことができない兄弟姉妹の上にも同じ恵みがありますようにお願いいたします。格別今山の中にある兄弟姉妹を覚えますけども、お一人お一人、主、イエス・キリストの大きな憐れみと、 平安と癒しがありますように、イエス様はすべての病人を癒してくださったお方、死人すらも生き返らせてくださったお方です。力あるお方が、また医者である主ご自身が、今、一人一人の病をすっかりと癒し、上よりの力で満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたこそ主です。あなたこそ私たちの癒し主です。主よあなたの大いなる御技を信じ、期待いたします。 主よ今ままだ多くのの方々が非常な困難の中にあります戦争やまたさまざまな災害によって苦しみの中にある方々さまざまな人間関係の苦しみやまた生活の苦しみさまざまな中で本当に一人一人あなたを求めますどうぞ主よあなたの見救いがそこにありますように。 一人一人がイエスこそ主であることを知ることができますように、そして希望と平安を持つことができますように、主をどうぞ憐れんでください。今、あなたが全地を治めておられる王の王であることをもう一度覚え、心からの賛美と祈り、願いを捧げます。どうぞ、あなたの皆が崇められ、また、あなたの大いなる御業がこの地へなされますようにお願いいたします。これからの時を見てに委ね、尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン では聖書を拝読いたします本日の聖書はヨハネの福音書8章39節から47節 <laughs> ヨハネの福音書8章39節から47節拝読いたします彼らは答えていった 私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。 彼らは言った、私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。 あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです 彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか 神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。はい、以上です。では、御言葉を取り継がせていただきます。<laughs> では、お祈りいたします。愛する天のお父様、 あなたたたの尊いいい皆をが賛美いたしまますすこれから御言葉を取り継がせていただきますどうぞ今日の御言葉主ご自身がお語り下さり私たち一同を恵んでくださいこのしもべを憐れんで十字架の陰に隠してくださりご自身の栄光だけを表してください私たちが主の見胸を悟り主の見心にかなった歩みができますように精霊様がお導きください一切を見てに委ねイエス・キリストの皆によってお祈りいたします アーメンはい、えー、今日は、えー、何に聞き従っていますかというテーマになっています何に聞き従っていますかですね、えー、近年ですね教会において聖書の教えよりも人間の思想とか価値観を優先するようなそんな動きがねあるそうなんですね えー、昔は聖書っていう絶対的な権威を持っていたんですけども <laughs> だんだんとねあの科学の発展とともに聖書が、ね、おとぎ話だみたいないう人も現れたりとか、えー、天地創造の話がこれは非科学的だとか言ってね、えー、イエス様の奇跡もこんなことありえないっていうふうにね自分たちの考えとかね常識の中に 聖書をこう閉じ込めてしまうそして聖書は矛盾があるんだそういうふうに言うような人たちもだんだんと増えてきましたこれは現代またねえ自分たちの理想とか、えー、そのようなものと比べてこれは聖書の考えは現代に合っていないんじゃないかとかいう人たちも結構ね増えているそうですそのような流れってねあの気づかないうちに私たちも影響を受けてしまいますですから私たちも 今、何に聞き従っているのか、何を聞いてそれを従っているのか、何を第一にしているのかということですね。それを今日振り返って、一人一人が神様に喜ばれる道を歩みたいと願っております。では、聖書、もう一度読みしますので、ご覧ください,、はい。ヨハネの福音書、8章39節から47節。 まず、うん、39節から十九節から43節までお読みします。39節。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。 ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。 イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わせたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。 はい、ここまでいすイエス様はユダヤ人の指導者たちが神,神様から使わされたイエス様を殺そうとしているとのことを指摘されたんですね。それを受けて今日のところになってきます。<laughs> ユダヤ人の指導者たちも何人かが、ね、イエス様との会話を通して私もこのイエスを信じる。 そのように告白したんですけれども、その信仰告白は本物ではないということ、彼らがみ、えー、言とに聞き従おうとしないことをイエス様は知っておられたので、彼らが、えー、あなたは私を殺そうとしているではないか、一方で殺してはならないと言っているのに、あなた方は私を殺そうとしているじゃないか、これで本当に私を信じる、私を神から使わされたキリストであると信じるのか、そのようにしてね、彼らの間違っていることを、 大きな罪を指摘されたんですよね、えー、そして今日のところになってくるんですけども彼らがなぜイエス様を殺そうとしているのかこれには大きな原因がありますそれは彼らが神様の御言葉を第一にしていないということです神様の御言葉は人を殺してはならないとあるのにそれを自分たちの都合で「 一旦横にに避けけてててておいいいこここはこのナザレのなイエスを処刑してしまえという,ふうになっているわけですつまり神様の言葉ではなく人間の言葉を優先させている人間の理想自分の都合を第一にしているだからイエス様を殺そうとするという考えが出てくるわけですえ彼らが神様を愛すると言いながら人からの栄誉を愛しているということがここではっきり分かります イエス様は、えー、ユダヤ人たちに「あなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです」って「あなた方はあなた方の父から示されたことを行うんです」そうおっしゃったんですよね。この父彼らの先祖たち彼らが、えー、この先祖たちが何を知ったのかということを旧約聖書を見ればよく分かります。 このイスラエルの民、彼らの父祖たちは、神様から使わされた預言者たち、彼らに対して、預言者たちに対して、迫害し、殺してきたという歴史があるわけです。イスラエルは数多くの罪を犯してきました。神様により頼んでいるときは、多くの祝福をいただいてたんですけれども、だんだんと、他の偶像を礼拝するようになります。 周りの国々周りの民族たちが崇めている神々というものをね喜んでそれに従ったりもしました戦争になったら人間の力により頼みましたこのようにしてだんだんと神様を礼拝することも形だけになってしまいそのような信仰形だけの信仰はダメなのだということをね神様ご自身が伝えるため預言者たちが使わされてきたわけです。 預言者たちは悔い改めなさいということを勧めます。命じます。かなり厳しく彼らの罪を指摘するんですけども、イスラエルの民は悔い改めることをしなかったんです。それどころか、使わされたこの預言者たちを迫害し、殺してきた。そんな歴史があるんですね。そして今、イエス様の前にいるこのユダヤ人の指導者たち、彼らもやはり同じように、 父なる神様から使わされてきたイエス様を殺そうとしているあなた方の父祖たちが行っていたようにあなた方もそのようにしているんですよということをイエス様は指摘しておられますところがこのユダヤ人たち私たちの父はアブラハムですっていうんですね私たちは預言者たちを殺してきたようなあんな 信仰のない父祖たちの子孫ではない私たちの先祖私たちの父はアブラハムです私たちは神の民ですってことねしきりに主張しようとするわけですその主張に対しても、ね、イエスもはっきりとねあなた方は間違ってますよということをおっしゃいますあなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさいと とおっしゃるんですねアブラハムの技それはアブラハムがどんな信仰を持っていたかどんな行いをしたかということを思い出してもらえば分かります神様から御言葉をいただくとそれに忠実だったんです本当にねあのこの地を離れて私が示す地に行きなさいって言われてどこかも言われてないのに出ていくんです 家族みんな引き連れて出ていくこんなのね普通信仰がないとできません普通の信仰でもできません神様を本当に崇め信頼しきっているそのような信仰を持っていたんですまた一人語遺作与えられた時遺作与えられた時もそうですね本当に待ち望んでいた、えー、子供が与えられたにもかかわらずその一人子イ遺作を 私に捧げなさい、全勝の生贄として捧げなさいと言われた時にもアブラハムはの神様の御言葉に忠実に従うんです愛する子イサクを連れて行ってそして縛り上げ薪木の上に置いてナイフを振り上げて殺そうとしたんです神様に捧げようとしたんです そのような御言葉に忠実だったアブラハム。このユダヤ人の指導者たちは私たちはアブラハムが父である私たちはアブラハムの子であるそのように言うんですけども彼らがそのようなアブラハムの行い御言葉に忠実な行いを何一つしていないことをイエス様はっきりと指摘されます。彼らがイエス様の語られる真理の御言葉 それを聞こうとしないで、自分勝手なことをしていることをイエス様は指摘し、御言葉に従うように命じておられるわけです。アブラハムの技を行いなさい。そのようにおっしゃるんですよね。そう言われたら、普通、悔い改めるんです。私たちはやっぱり間違ってたなって。私たちはやっぱり、えー、自分で信仰があるとか言いながら、神様を愛すると言いながら、 人を殺そうとしているわ、アブラハムの子だと言いながら、全然御言葉に聞き従ってないわ、このままではダメだめだと、食い改めるのは普通なんですが、ユダヤ人の指導者たち、まだ食い改めません。それどころか、今度は私たちには一人の父、神があります。こう来るんですね。あの人間を出してきたら 人間を出したらまたイエス様に何か言われるから今度何も言えないだろうということで私たちには一人の父神があります私たちは神の子ですこう思ってくるわけですねもう何としてもねイエス様が語られる御言葉に聞き従おうとしませんそのようなユダヤ人たちに対してイエス様はね神がもしあなた方の父であるならあなた方は 私を愛すするはずですなぜなら私は神から出てきてここにいるからですこうおっしゃるんですよね。神を愛すると言いながら自分が、えー、神の子である私たちの父はただ一人神様だけなんだというのなら神様から遣わされたイエス様を愛するはずでしょう。それななのにあなた方は 殺もうこのようにイエス様がいくら彼らの罪を指摘しても彼らは聞こうとしませんもういつまでたってもねこの議論というのは平行線決してえ噛み合うことはありませんイエス様がどんなに説明しても彼らはその見言葉を知ることはできないんですなぜならユダヤ人たちは イエス様が語られるこの御言葉に、そもそも耳を傾けることはできないんです。聞くことができないえ。彼らがイエス様の御声に耳を傾けることができない理由、それが次に記されています。44節ですね。はい、44節から47節お読みします。 あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。 しかしこの私は真理を話しているためにあなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか神から出た者は神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからです。 ユダヤ人たちは自分たちの父は神である自分たちは神様から生まれたものであるそう考えていたんですねですがその行いは神の民からかなりかけ離れたものになっていましたイエス様は彼らの父は神ではなく悪魔であると厳しく非難されましたここでねあの彼らの父は悪魔である これは彼らの性質が悪魔と同じであるという意味合いですね。父と子というのは聖書の中でよく使われます。イエス様もまことの神様を父と呼んでおられます。そしてご自身のことを子であるというふうにおっしゃいます。これはあの人間の生物的なこう 父親、子供というような、そのような関係ではなくて、同じ性質を持っているものという意味合いを持っていますね。父と子、これは同じ性質。神様の子供は神様ということです。人間の子供は人間。そして悪魔の子供は悪魔。同じ性質を持っているんですよという意味です。ですので、ここでもやはり同じです。彼らが悪魔と同じ性質を持っている。 悪魔の性質、それは抽象するもの、訴えるもの、抽象するものというような意味合いです。正しいものを訴えるんです、抽象するんです。それは、えー、根拠のないことを言って、訴えるんです。真実ではないことを言いふらして、その人を傷つけ、貶としめるんです。それが悪魔のやることです。 真理に逆らう偽りによって人を傷つけるものそれが悪魔でありまた悪魔の子たちです彼らがイエス様に聞き下がわないイエス様を殺そうとするそれは実は悪魔が企んでいることなんですね悪魔はイエス様がこの地上地上で王となられた時 その時、自分たちが裁かれることを知っています。イエス様が再臨される時、彼らの終わりがもう見えているわけです。ですから、イエスを殺したい。そのように思っているわけです。いろんな計り事をします。イエス様がお生まれになった時も、ベツレヘムにいる2歳以下の子供たちをすべて殺せ。このような命令がヘロデから出されましたけれども、これこそも悪魔の仕業ですよね。 悪魔は何としてもイエス様を殺してしまいたかったんですそのようにしてイエス様を殺そうとするのは悪魔が企んでいることそしてユダヤ人の指導者たち彼らは悪魔が企んでいることを実行しようとしているそれをイエス様は指摘されました悪魔は神様に敵対する存在です 真理,真理である神様に敵対し悪魔は常に偽りを言います悪魔が言うことに本当のことは何一つありませんからねですから悪魔と契約するって一番良くないことですその契約には何の効果もありません全部嘘ですからね、えー、ですので本当に注意しなければなりません <laughs> 悪魔に従う者たち彼らは いつも悪魔の言うことばっかり聞いています。偽りばっかり聞いていますから、真理に耳を傾けることができなくなります。悪魔の言うことだけ、偽りだけを聞く耳になってしまうんです。ですから、真理を聞こうとしても聞けないんです。そもそも耳に入ってこないんです。そのようにもう彼らは 全てが占領されている状態、偽りにもう犯されているような状態になっているわけです。ですから、御言葉よりも悪魔が吹き込む偽りを第一にしてしまっている、そのために彼らはイエス様から、イエス様が語られる真理の御言葉を聞くことはできない、そして罪を指摘されても悔い改めることもできない。そのような 悲ししい状態に陥ってしまっててまるわけですイエス様は彼らがアブラハムの子でもなく神の子でもない神様の御言葉に聞き従わない悪魔と同じ性質を持つものであるそのようにね本当に厳しく非難しておられるのが分かるかと思いますそれでは私たちはどうなのかということですね え今日大事な御言葉はこちらです四十七節神から出たものは神の言葉に聞き従います神から出たものは神の言葉に聞き従いますえ私たちは神様の御言葉に聞き従っているかということをもう一度ね私たちも振り返りましょう 本当に、ね、最初に申し上げた通り近年教会であっても聖書の価値観とこの世の価値観が対立するときそのときにはもう聖書は古い書物だから間違いもあるんだ矛盾もあるんだそう言ってこの世の価値観とか人間の考えを優先させてしまう人が増えているそうですもしも聖書の御言葉ばよりもテレビなどの このマスメディアからの情報とか人間の思想を第一とするならそれは今日お読みしたこの聖書に出てきたユダヤ人たちと同じようにイエス様の御言葉に耳を傾けることができなくなってしまうこんな危険な状態にあるということです私たちはイエス様を救い主と信じて 神神様様のの子供にししていたた。だきましたこれは神様の約束です。イエス様があなたの罪のために十字架で命を捨ててくださったあなたの罪はイエス様が全て背負って十字架の上で全て処分されているだからあなたはもう許されているんだ許されてイエス様の復活に預かって神様の子供にしていただいているんです のように約束されているんですただ信仰により恵みによって救われているんです神様の子供にしていただいたのなら私たちは神様と同じ性質を持つものですイエス様と同じ性質を持つものですイエス様は真理だけをお話になられましたですから私たちも 真理を話すものであるべきな心理を話す真理を語るそのためには聖書の御言葉を心に蓄える必要があります私たちはイエス様に出会う前この世のさまざまな情報とかさまざまな教えをたくさん受けてきてそれらが心に はい、蓄えられていますですので口から出るものも言葉というのもいつもこの世の言葉ですねこの世の常識のような言葉がいっぱい出てきますイエス様はっきりとね心にあるものが口から出るのですそのようにおっしゃいましたですから私たちの心に妬みとかね怒りとか憤りがあったなら口から出るものもそのようなものですしかしそのようなものは 神様の子供として口から出すわけにはいきません。ではどうすればいいのか、真理の御言葉をいいつも心に蓄えていくことです。そして、真理の御言葉によって、私たちのうちにある汚れたもの、怒りとか妬みとかね、そのようなものを清めていただいて、いつも真理の御言葉、塩味の効いた光の御言葉を人々に話すことができるようにすることです。 それが大切ななことなんですよね聖書の御言葉を心に蓄えるそのためには当然神様の御言葉に耳を傾ける必要があります聖書を読むという必要がありますそうしなければ御言葉を心に蓄えることはできませんいろんな信仰書であったりとかねキリスト教入門とかいうねあの クリスチャンでも何でもない、神徒でも何でもない人が書いたような宗教書みたいな、そんなものでは、真理は決して心の内に蓄えることはできません。ただ、神様の御言葉をそのまま受け取ること、それによって私たちは心に命の御言葉を蓄えることができるんです。人はパンだけで生きるんではありません。神様の口から出る一つ一つの御言葉によって生きるんです。 の御言葉を私たちは蓄えていくんです。心の内にその御言葉が蓄えられたなら口から出る言葉も神様の語られる真理の御言葉と同じものになっていくんですもしもね自分を振り返った時に口から出る言葉が罪深い言葉汚れた言葉神様が、えー、絶対意味嫌われるだろうなっていうような このような価値観ばかりだったら、自分が神様の御言葉にちゃんと耳を傾けているだろうか、御言葉に従っているだろうかということをもう一度帰りみましょう。そして、御言葉に耳を傾けることはできない。このような状態になっていたなら、なってほしくはありませんけれども、 このユダヤ人たちのように、イエス様が語られてもそれを全く聞くことができないような、もうそこまでいくとかなり重症なんですけれども、しかし、重症ではあっても、神様の子供であることには変わりありません。一度、救いに預かったものは、救いから漏れることはありません。ですので、もしもイエス様を知って、そして神様の子供にしていただいたにもかかわらず、 今、見言葉を聞こうともしていないな、聞きたくても聞けないなっていう、このような信仰が弱ってしまっている状態であるなら、もう一度、イエス様の十字架に立ち返ってください。あなたの罪のために、イエス様が十字架で命を捨ててくださった、それほどまでにイエス様はあなたを愛してくださった、この初めの愛に立ち返ってください。 そして神様の子供として神様を愛して光の子供らしく歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。神から出たものは神の言葉に聞き従います。天のお父様あなたのみなをあがめます。 神様の子供にししていたただきました私たちは今神様の恵みをもう一度かみしめて御言葉に聞き従う生涯でありたいと願いますどうぞ私たち一人一人が御言葉をしっかりと心に蓄え神様が願っておられることを行うことができますように当時のユダヤ人の指導者たちは本当に見せかけだけの信仰になってしまっていました 自分たちを優先しました悪魔の子供となってしまいましたそのようなものにならないように私たちもあらゆる誘惑にしっかりと敏感に反応し真理の御言葉によってそれらの誘惑を打ち払ってまっすぐに命と祝福の道を歩ませてくださいイエス・キリストという道をいつも歩ませてくださいそしてイエス様の大きなご愛のうちにとどまり豊かな実を実らせる それが残るようにしてください主よすべてを通し神様の栄光が表されますように尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。 では、賛美をいたしましょう。聖歌四百六十九番。栄えの王にます主の、ご一緒にお歌いして、主を褒め称えましょう。栄えの王にます主の。 神に固く立ちて神には身境 me 「悪魔に向かう」 献金を下げいたしましょう。三日五百四十七番今佐久ロをお歌いしながらます。一節だけはい一節だけにしましょう。はい。 キリストの父なる神様主の皆を賛美いたします今日もこうして御堂に集いあなたの尊い御言葉を頂戴することできまして心に感謝申し上げます本日は何に聞き従っていますかと伝で神の下牧師を尊い御言葉をいただき心に感謝申し上げます神の生活の中で悪魔の策略に 惑うものでありますけどもどうぞ神の武具を身につけてあなたの御言葉を聞き従いあなたに従って参ることができますように響いてくださいさまざまなメディアで成功者やカリスマの がいろいろ人生訓を語っておりますけれども、どうぞ私たちは聖書の御言葉に立ち返り、あなたから直接御言葉を頂戴し、あなたと共に歩んでいくことができるように聞いてください、てぜひ、続いておりますけれども、教会に関わる方々の健康をあなたが守って、てください。 病んでおられる方、ご高齢の方々に神様の癒しの御手があり、この教会に平拝に集うことができるように、一人一人を癒してくださいませようにお願いします。はい、まあここに捧げましたものはわずかなものでありますけれども。 御用のためにお持ちください精霊の交わりの中であなたと共にいよいよに生き支配しておられる御子私たちの主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメンではお立ちいただける方はお立ちいただきまして庄栄、父御子御手万能をおいし祝祷をいたします。 主があなたを祝福しあなたを守られますように主が三顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が三顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン お座りくださいでは以上をもちまして本日の礼拝を終了いたしますどうもありがとうございました